生科学は生命現象を科学的に研究する生物学または科学の一分野である。生物科学とも言う。生物を成り立たせている物質とそれが合成や分解を起こす仕組み、そしてそれぞれが生体システムの中で持つ役割の究明を目的とする。物質的観点で生命現象を捉えるならば生体は 他したような有機化学物質の集合体であるばかりでなく、それらの化学物質は相互に連携し、調和が取れ独立した物質の再生生産システムを形成している。すなわち、生体物質の変化を司る主体も生体物質であるばかりではなく、それら主体となる物質の構造情報や製造プロセスも生体物質で構成されている。あるいは、 物理科学的な並行では、自発的には生じないような生態物質を生産するための多段階の反応経路とその原動力となる科学ポテンシャルを生産する仕組みや遺伝物質を複製することで自己増殖していく仕組みなど、緻密で繊細な科学物質システムが構築されている。したがって、講義の生科学は生物学の一サブジャンルというよりも、 生命現象を科学的側面から研究する一つの切り口と捉えられる。あらゆる生体分子と生物、その環境が対象となりうる。現在の生物学で生、科学的という時は生体から目的の分子を取り出して試験管内で実験を行うことを指すことが多い。生体内で行う場合は生理学的という。生物物理学。 細胞生物学、分子生物学などとも関連は深く、また応用科学としては生理学、生物工学、免疫学、遺伝学などとも連携して研究されるために生科学とそれらの学問分野との境界は曖昧である。原理や方法は医学、薬学、農学などで実利的な応用にも役立ち、医学との連携では 医科学や臨床科学というジャンルで呼ばれる場合もある。しかし、現在の生物学の研究は、複数のジャンルの手法を駆使して行われることが、ほとんどであり、その境界は曖昧なものとなっており、むしろ複合化が進んでいると言える。現在では、ケミカルバイオロジーなどのジャンルも派生してきている。生科学の研究対象は、生体物質全般であるが、中でもタンパク質、 核酸、糖質など、生体由来の高分子は、生化学システムを構成する主役であり、今日でも生科学研究の重要な研究対象の、厳選である。また、生体膜の主成分である脂質は細胞及び、細胞内器官を形成するだけでなく、生体物質間の情報伝達の役割も、果たしており、生化学の研究対象としても重要である。タンパク質や、 拡散の研究はかなり進んでいるものの、糖質や脂質の生、科学的な研究についてはまだ開拓中の分野である。さらに、生体内での分子の動きを究極的に突き止めることで、人間の意識、思考、記憶、行動など、科学的な対象からかけ離れたものと考えられた、精神活動も、生、科学的手法によってアプローチできる可能性がある。 フリードリヒ・ベイラーは、尿素の合成法を発見した。最初の生化学の応用は、おおよそ5000年前、パンを膨らませるために酵母を用いたことに、遡るだろう。18世紀後半には、カールビルヘルム・シェーレが、生物から、乳酸やリンゴ酸など、有機化合物を生物材料から取り出すことに、成功していたが、これら有機化合物は、 生物内からのみ抽出し得るものと考えられていた。しかし1828年にフリードリヒベーラーが無機物であるシアン酸アンモニウムの加熱によって人工的に有機物である尿素を得ることに成功し人工的に有機物が合成できることが示された。1833年には酵素の一つであるジアスターゼがアンセルムペイアンによって発見された。 19世紀中盤以降、発酵の原因については論争が続いてきたが、1897年にエドアルト・ブフナーによって生体細胞がなくとも糖を発酵させうることを証明した。蒸気のような研究、発見は生理学の一分野として行われており、19世紀には未だ生科学は独立した分野とはみなされていなかった。一方この時期には、 有機化学において生体を構成する分子の研究が進んでおり20世紀に入るとこの2つの分野が合流して新しく生化学という分野が独立した20世紀中頃にクロマトグラフィーや X 線解説 NMR 放射性同位体標識電子顕微鏡分子動力学シミュレーションなどが開発されると生化学は急速に発展するこれらの技術は 多くの分子や代謝経路の発見と解析を可能にした。今日、生科学の知見は遺伝学から分子生物学、農業から医学まで多くの分野で用いられている。生科学が研究対象とする生科学プロセスは大きく二つに分けるならば、物質代謝と遺伝子発現である。前者は今日でも生科学の分野であるが、 後者は1980年代以降急速な進展により分子生物学あるいは分子遺伝学といった一大学問領域を形成している。生体内の物質代謝のほとんどには酵素の関与が見られる。逆に酵素が有する気質特異性により代謝反応の各段階にはそれぞれ固有の酵素が関連しているので物質代謝を研究することは裏返してみるならば、 酵素を研究することでもある。酵素タンパク質の発現や化学物質を介した情報伝達システムによる酵素機能の調節は分子生物学でも研究される。セントラルドグマとして知られる遺伝子発現機構は1950年代にワトソンとクリックが提唱した DNA モデルに基元を持つ遺伝子発現機構の主体である DNA、RNA、 リボゾームタンパク質、リプレッサータンパク質は早くから研究されているが、その機能や調節機構は複雑かつ精密であり、今日でも分子生物学やバイオインフォマティクスの重要な研究テーマである。生科学実験はインビトロ実験とも呼ばれるように、生体細胞の細胞器官内で生じる生化学反応を複雑な代謝経路や調節機構から切り離して、 まさに試験管の中で再現することで研究が進展してきた。21世紀に入ると標識化技術や測定技術の進歩で生きている細胞内で生化学反応を間接的に追跡することも可能になってきたが生態組織から目的の成分を分離生成する実験技術は生科学研究においては重要な研究技術である。 一般に消化酵素やホルモンのように分泌型の生体物質でない限りは酵素や受容体を含めて目的の生体物質は特定の組織細胞の特定の細胞小器官にのみ発現存在している。したがって生化学実験は標的組織を多数採集しそこから目的の生体物質を分離生成するところから始まる。DNA のように 細胞破砕後にエタノール沈殿するだけで補修できるものもあるが、多くの場合、細胞破砕後に密度勾配法による遠心分離で目的の細胞内器官を密度により選択し補修する。溶液には塩化セシウムなどが用いられる。この状態では、多くの場合、酵素や受溶体は細胞膜に取り込まれていたり、膜の二重層に埋め込まれているので、 海面活性剤を使って脂質膜と分離、可用化する必要がある。目的の生体高分子の生成は古くは半透膜による透析が行われたが、20世紀後半からはゲルロカクロマトグラフィーやアフィニティクロマトグラフィーにより目的物を生成することが可能になった。代謝による生体外物質の移動や変化の追跡にはトレーサー物質が利用される。 古くから放射性あるいは非放射性同位体を組み込んだ生体外物質が広く利用された。しかし同位体置換した生体外物質を用意することは困難を伴い放射性トレーサーの場合はラジオアイソトープセンターなど専用実験施設が必要なため今日では抗体染色やエライザ法など同位体を使用しないトレーサーが広く利用されている。また 微量機器分析技術の進展により、モルディポーなどの質量を分析でクロマトグラフィスポットから直接標的物質の同定も可能である。イオンチャネルの研究においては、生体膜にガラスの毛細管を押し当てることで管内にイオンチャネルを閉じ込めて生化学実験を行うパッチクランプの実験技術によって蒸気のように生体成分を分離せずに実験を行う技法も、 開発された。1990年代以降には特定の無機ンに反応して傾向を発する標識色素やルシフェラーゼ遺伝子を応用した形質導入によって細胞外から蛍光顕微鏡で発光現象を追跡することで間接的に生化学反応をトレースすることも可能になってきている。宇宙生物学の検知から現在知られているタンパク質や脂質、 糖質、拡散などの有機化学に基づくシステム以外の生科学によるシステムの理論や仮説がごく一部で研究されている。文工学による生態物質の観測も行われている。しかし2007年現時点では炭素を基盤としない生命は発見されていない。ありがとうございます。